絞り公園は1843年に建てられたデンマークの首都コペンハーゲンにある遊園地である。年間来園者数は約350万人。面積は82,717平方メートル。1583年開園のデュアハウスバッケン、1766年開園のプラーター公園に次いで世界で3番目に歴史のあるテーマパークである。 1843年に、ゲオ・カールステンセンが、時の国王クリスチャン8世から約6ヘクタールの土地を借り受けて、コッペンハーゲンに誕生させたのが始まりである。土地を貸し出す際に、国王は渋ったが、カールステンセンは、娯楽を提供することで国民の関心が、政治から離れると言って説得した。開園初日の入園者は3615人。その後、 チボリ公園の魅力は国内外へと伝わり、1周年の日には1万6千人を突破した。創設以来2億7千人が訪れたというほどの世界有数の観光スポットである。人魚姫で有名なハンス・クリスチャン・アンデルセンは、このチボリ公園にしばしば足を運び、童話の構想を練ったと言われている。また、ウォルト・ディズニーは、ディズニーランドの構想を練る際に、ここを再三訪れ、 様々な点で参考にしている。毎年4月から9月にかけての営業である。それ以外は10月中旬とクリスマス前後を除いて閉鎖される。2008年の営業日は4月17日から9月21日、10月10日から19日、11月14日から12月30日。開園時刻は11時、閉園時刻は日によって変動する。ありがとうございます。